どうも、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり幕末明治の人物解説。今回は幕末に活躍した皇族、国宮旭彦親王の解説をするぜ。お願いします。旭彦親王は1824年、伏見の宮国家親王の四男として誕生するんだ。この前解説した北白河宮義久親王のお兄さんだね。旭彦親王は1836年に仁孝天皇の有志となり親王宣下を受け、天皇から成憲の名前を与えられ、成憲親王と名乗るんだ。そしてその2年後、宮家を継ぐ巫女以外の皇族は朝廷の財政負担削減のために出家するという決まりに従い出家、名を孫王に変えるんだ。出家を機に名を変えたんだね。孫王入道親王は奈良の興福寺に属する一条院に入り、しばらくするとその門跡になるんだ。門跡になった孫王入道親王は皇族の出でありながら、興福寺内の訴訟を自ら裁くなどの積極的な行動を起こしていたんだ。幕府内で改名派として知られ、後に幕臣としてロシア使節プチャーチンとの外交交渉を行うことになる当時の奈良奉行、川路利明は、一条院門跡時代の孫王入道親王を、ご英明、であると述べているんだぜ。ロシア使節と交渉するぐらい優秀な人から英明と言われるんだから、親王はかなりの人物だったんだろうね。1852年、孫王入道親王は奈良興福寺の一条院から、松蓮院に移ることになるんだ。松蓮院は代々皇族が門跡を務める寺院で格式が高く、比叡山のトップ、天台座主を兼ねることも多い門跡だったんだ。松蓮院に移る際に孫悠と名を変えた入道親王も先例のように、松蓮院門跡と天台座主を兼任するんだぜ。天皇の有志であるということも大いに影響してるんだろうけど、天台座主になるなんて能力があったんだろうね。孫悠入道親王は松蓮院門跡に就任したことで、一般に松蓮院の宮と呼ばれることになるんだ。そしてこの頃、松蓮院の宮はある人物に近づいていくことになるんだ。ある人物って?松蓮院の宮が近づいていく人物は、孝明天皇だぜ。松蓮院の宮が天台座主に就任してから、天皇のための家事祈祷を行うため、御所に出入りするようになるんだ。それがきっかけで親密になっていくんだね。若い孝明天皇の周りには年寄りの供養しかいなかったから、7つ年上の松蓮院の宮は孝明天皇にとって親近感を覚える存在だったんだぜ。孝明天皇は自分よりもずっと年上の人たちに囲まれる状態にうんざりしていたんだろうね。松蓮院の宮が孝明天皇と近づいていく中、日本は開国問題に直面していたんだ。日本の隣国、清はイギリスとのアヘン戦争に敗れ、開港を余儀なくされたという情報が日本にも伝わり、国内は騒がしくなっていたんだぜ。さらに1853年、アメリカの軍艦が日本に来航するいわゆる黒船来航によって、日本は開国を迫られるんだ。まさに国難だね。幕府はアメリカと通商条約を結ぶため交渉を行い、朝廷に条約締結の許可を求めるんだけど、孝明天皇は得体の知れない外国人を嫌い、開国を拒否するんだ。松蓮院の宮もそんな孝明天皇の意思を尊重し、孝明天皇を支える行動を取るようになっていくんだ。その一方朝廷内には、開国は仕方ないと考える勢力もいて、この人たちからすると開国反対の立場を取る松蓮院の宮は邪魔でしかなかったんだ。この頃は朝廷でも開国賛成派と反対派が分かれていたんだね。この頃松蓮院の宮は開国問題だけでなく、幕府の将軍後継者問題にまで首を突っ込んだんだ。松蓮院の宮は病弱の13代将軍、徳川家定の後継者に、一橋徳川家の徳川義信を推したんだ。だけど家定の後継者には紀州徳川家の徳川義富が選ばれ、義信を支持した水戸徳川家前当主の徳川斉昭が処罰されたんだ。そして同じく義信を支持した松蓮院の宮も厳しい立場に置かれるんだぜ。松蓮院の宮、なかなか危険な橋を渡るわね。幕府では新たに井伊直弼が大老に就任。
直助は孔明天皇の許可を得ぬままに日米州交通省条約を締結してしまうんだ。これに怒った孔明天皇は、通常幕府にだけ送る勅書、攘夷派として知られる水戸徳川家に送ることにし、松廉院の宮も水戸徳川家への勅書作成に協力したんだ。勅書の内容は、御三家と諸侯は幕府と協力し公部合体を推し進め、攘夷を行え、というものであり、さらに、水戸徳川家に送られた勅書の内容を諸大名に伝えるようにとも書かれていたんだぜ。この勅書が幕府じゃなくて水戸徳川家に送られたってことは、問題になるんじゃない？ああ、これは大問題になるんだ。幕府を飛び越して水戸徳川家に勅書が送られたこと自体が問題なんだけど、幕府はそれ以上に、水戸徳川家が勅書の内容を諸大名に伝えるようにと書かれたことを一番問題にしたんだ。諸大名に情報を伝えることは本来幕府の役割であるにもかかわらず、それを幕府の臣下である水戸徳川家に担わせようとしたことは、幕府をないがしろにする行為だったからだぜ。確かに幕府のメンツ丸つぶれだね。幕府は勅書を返納するよう水戸徳川家に命じ、幕府はこの勅書に関わった者を処罰していくことになるんだ。幕府による一連の処罰は安政の大獄と呼ばれ、日米の条約締結に反対した武士が多く処罰され、朝廷にも処分の波が押し寄せるんだ。松廉院の宮は将軍後継者問題で慶喜を支持していたことも相まって幕府に睨まれており、幕府は朝廷に働きかけて松廉院宮に無期限の謹慎である英吉居という厳罰を与えたんだ。松廉院の宮は幕府にかなり嫌われていたんだね。松廉院の宮は松廉院を追われ、小国寺の塔頭に移ることを余儀なくされたんだ。天皇のために動いたのに報われないね。松廉院を追われた孫悠入道親王はこの後、獅子王院の宮と呼ばれることになるんだぜ。獅子王院の宮の英吉居は1862年に解除されるんだ。実居生活は2年にもわたっていたんだぜ。幕末の2年はなかなかの期間だね。そうなんだぜ。獅子王院の宮が実居している間、世間は大きく動いていたんだ。安政の大獄を主導した井伊直弼は暗殺され、14代将軍徳川家茂と孔明天皇の妹和宮が結婚。朝廷と幕府は歩調を合わせて公部合体攘夷を行うことで合意していたんだ。2年の間に情勢はひっくり返ったんだね。獅子王院の宮は英吉居と枯れた後、出家の身でありながら朝廷の国事御用係に就任。しばらくして還俗し中川の宮を名乗ったんだ。この時点で出家した皇族が還俗するのは異例で、孔明天皇の信頼があったからこその還俗だったんだぜ。中川の宮はこの時点でも孔明天皇に信頼されていたんだね。中川の宮は孔明天皇の信頼を後ろ盾に活動。孔明天皇が望んだ公部合体を推し進め、公部合体派の松平かたもりや島津久光、徳川義信らと手を組むんだ。そして1863年、中川の宮は会津藩や薩摩藩と謀り、当時朝廷の主流派であった尊王攘夷派の供養の三代を禁止、尊王攘夷派の供養7人を長州藩に落ち延びさせることに成功したんだ。尊攘派を朝廷から追放したこのクーデターは8月18日の政変と呼ばれ、クーデター成功後、中川の宮は朝廷内でも大きな存在となるんだ。中川の宮は自分と敵対する勢力を朝廷から追い出して、朝廷内で権力を手にしつつあったんだね。クーデターを成功させた中川の宮は本名を朝彦親王と変えて、孔明天皇の信頼のもと朝廷を接見したんだ。1864年、中川の宮は宮号を茅の宮と変え徳川義信に接近、幕府と協調路線を歩んでいくことになるんだ。だけどこの朝彦親王の行動は、幕府のことをよく思わない供養などから不興を買ったんだ。そりゃそうだろうね。1866年、大幕府強硬派の大原重富ら供養22人が散弾し、朝彦親王ら新幕派を糾弾する事件が起きたんだ。
大原重富らは朝彦親王の行動を猛烈に批判、朝彦親王に向かって、朝廷の失態は全てあなたのせい、とまで言っているんだ。彼らは朝彦親王にかなり苛立っていたんだね。重富らの過激っぷりに朝彦親王は圧倒され、低姿勢で対応していたんだけど、重富らの行動を聞いた孔明天皇は激怒。三大した大幕府強硬派の22人を処罰し、彼らの企みに関わったとして、朝彦親王の兄である山品の宮明親王も撤去処分にしたんだ。孔明天皇はあくまでも朝彦親王の肩を持ったんだね。だけどこの直後、朝彦親王の強力な後ろ盾であった孔明天皇が崩御してしまうんだ。孔明天皇か？これ以降朝彦親王は窮地に陥るんだぜ。孔明天皇の崩御後、新たに明治天皇が即位。明治天皇の即位に乗じて、孔明天皇に疎んじられていた明親王をはじめとした皇族、供養が続々と復権し、新政府を構成し始めたんだ。それと同時に孔明天皇の後ろ盾を失った朝彦親王の求心力は落ちていき、ついには三代を禁止させられてしまうんだぜ。かつての行いが自分に返ってきてしまったんだね。だけど朝彦親王の苦難はこれだけにとどまらなかったんだ。1868年には、前年大政奉還をした15代将軍、慶喜と組んで幕府の再興を企てたとして、仁孝天皇有志と親王の身分と官職を剥奪された上で、広島への流罪を言い渡されるんだ。流罪って、かなり重い処分じゃないの？新政府軍と戦って負けた義久親王でも謹慎処分だったのに。新政府の幹部の中には、朝彦親王に苦渋を舐めさせられた尊王攘夷派の面々も多くいたから、報復として流罪という重い処分を出したんだぜ。そうだったんだね。まあ流罪は重すぎるにしても、この時期に幕府再興を企てたんなら、処罰されるのは仕方ないかな。実は朝彦親王が幕府再興を企てたという嫌疑も、新政府が証拠を捏造した冤罪と言われているんだ。冤罪？朝彦親王が幕府再興を企てたとする文書に書かれた筆跡は、朝彦親王のものとは似ても似つかず、朝彦親王自身にそれを指摘された新政府の役人は焦った様子を見せたようなんだ。これは完全にやってるじゃない？だけど新幕府派であることに変わりない朝彦親王を、そのまま京に置いておくことは新政府にとってかなり都合が悪いため、新政府はこの処分を押し通したんだ。朝彦王は天皇に反逆を企てた朝敵として広島に送られたんだぜ。孔明天皇に信頼されていた朝彦親王が、代替わりしたことで朝敵に身を落とすなんて、本人はやるせなかっただろうね。1870年、朝彦王は流罪を解かれて2年ぶりに京に帰ってくることになるんだ。この決定は、かつて8月18日の政変で自分が追い落とした三条実富に泣きついた結果だと言われているんだ。かつての旧敵に泣きついて許されるなんて、朝彦王は複雑な心境だったでしょうね。朝彦王は流罪を解かれたものの完全に許されたわけではなく、京に戻った後も実家の伏見宮家で謹慎を続けることになるんだ。新政府は朝彦王をかなり警戒していたんだね。朝彦王は先代の孔明天皇の信頼が厚かったから、ここで完全に許してしまえば色々と問題が発生すると新政府は考えた結果が、この謹慎継続なんだぜ。そして最終的に朝彦王の謹慎が解かれたのは1872年、京に戻ってから2年後のことなんだ。弟で同じく朝敵とされた義久王は、とっくに謹慎を解かれてドイツに留学していたから、新政府の朝彦王への警戒度はかなりのものだったんだぜ。幕末に朝廷を動かしていたほどの人物だから、新政府が警戒するのもわからなくはないわね。朝彦王は謹慎を解かれたタイミングで、明治天皇への挨拶のために東京に行ったんだ。皇族の長である明治天皇への挨拶は当然ね。明治天皇に拝謁した朝彦王はこの時、東京への移住を命じられるんだ。東京への移住？ああ。
明治天皇はすでに東京に居を構えているため、皇族も天皇に従い東京に移住するのは当然の流れだったんだ。旭光が明治天皇に拝謁した時点で、他の多くの皇族も東京への移住を完了しており、明治天皇は旭光にも移住を進めたんだぜ。旭光はこの命令を受けて、移住のための猶予をもらった上で京に帰還。しかし旭光は猶予期間を過ぎても東京に移住してくることはなかったんだ。そしてここから旭光と明治天皇、新政府との応酬が繰り返されることになるんだ。旭光は一向に東京に移住する気配を見せなかったんだ。なんで移住しなかったのかしら？旭光は単に東京嫌いだったとか、自分を冤罪で流罪にした人間がいる東京に行きたくなかったとか、いろんな理由が考えられるけど、本当の理由はわからないんだ。旭光親王を新党の役職に就任させるという話が出た際も、東京に住みたくないという理由で断っているから、何か思うとこがあったんだと思うぜ。1875年、今まで停止されていた仁孝天皇有志と親王の身分を回復し、新たに国の宮家を建てるんだ。さらに同年、伊勢神宮神官の最高位である神宮祭主に就任。名誉も回復し、役職も与えられた旭光親王だけど、依然として東京に移住することはなかったんだぜ。旭光親王は東京に移住することが嫌だったみたいだけど、一応明治天皇から移住を命令されているわけだし、新政府は旭光親王を移住させるための働きかけはしなかったの？新政府は本心では、旭光親王に東京移住をしてほしくなかったようなんだぜ。え、なんでよ。旭光親王に政治的脅威は少なくなったと言っても、新政府に参画している人たちと正面から渡り合った過去がある以上、それを利用しようとする人物が全くいないとは限らないんだ。明治天皇が旭光親王に東京移住を命じた当時、新政府の体制は盤石でなく、新政府への不満も溜まりつつあったんだ。そんな中で旭光親王が東京に移住してくれば、よからぬ奴らが旭光親王に近づいてこないとも限らない。そんな情勢もあり、新政府は旭光親王に東京移住を積極的に進めなかったんだ。まあ、進められても旭光親王が東京に移住したとは思えないけどな。旭光親王と新政府との間で再びいざこざが起きたのは1888年のことなんだ。発端は、明治天皇が京都にいる旭光親王の5人の子供たちを東京で学ばせるよう命令したことにあるんだ。明治天皇は皇太子と同じ年頃の国の宮家の子供たちは東京にいるべきだと考えての命令だったんだぜ。皇族は天皇の近くにいるのが普通だから、明治天皇の命令は納得できるものよね。だけど旭光親王はその命令に難色を示し、二人の子供は病気だから上京できないと言い、さらに三人の子供たちの上京期日も延期するよう願い出てきたんだ。旭光親王はどこまでも東京嫌いなんだろうね。結果三人の子供たちは期日から約1ヶ月遅れて上京、ごたごたはあったものの一応このいざこざは解決した、かに見えたんだ。まだ何か起きたの？上京した三人の子供たちのうち、旭光親王の後継者とされていた国吉王が、上京後すぐ持病が悪化し、熱海で療養することになったんだ。幸い国吉王の持病は4ヶ月ほどで回復し学習院に編入したんだけど、編入後ほとんど学校に通うことがなかったんだ。何かあったのかな？国吉王が学習院に編入した後、旭光親王が再び上京するんだ。学習院に通学しない息子を心配して上京したのかな？この時旭光親王が上京した目的は、国吉王を京都に連れ帰ること、だったんだ。え、なんで、せっかく上京して学習院にも入ったのに。旭光親王側は京都で病の療養をさせるという名目で、国吉王を京都に連れ帰ったんだ。だけど明治天皇は旭光親王の説明に納得しなかったんだぜ。そや上京した皇族を勝手に連れ帰ったんだから、明治天皇も相当怒ったでしょうね。旭光親王の起こした問題はこれだけにとどまらず、
国吉王の問題が解決していない1889年末に見た美状況、皇族と政治の関わりについて熱弁するんだ。当時国の役職についてない皇族が政治に口出しすることはよろしくないとされていたから、朝彦親王はなかなか攻めた行動をしたんだぜ。そんなことしてる場合じゃないでしょ。国吉王の問題はどうなったの？朝彦親王の皇族と政治に関する熱弁を明治天皇はスルー、他の皇族たちも朝彦親王のことを真に受ける者は誰もいなかったんだ。明治維新後政治から遠ざかっていたばかりか、国吉王の問題を現在進行形で抱えてる朝彦親王の言うことを真に受ける皇族はいるわずないでしょ。朝彦親王の人柄を知っている皇族たちは苦い思いをしたかもな。朝彦親王が明治天皇に熱弁した翌年の1890年、国吉王は再び上京してくるんだ。この状況は、明治天皇がかなり手回しした上で行われたものだったんだ。朝彦親王は随分明治天皇の手を煩わせたわね。何派ともあれ、一件落着ね。いや、一連の問題はまだ終わらないんだぜ。は。無事東京に戻ってきた国吉王は学習院に通う。と思いきや、国吉王は陸軍士官の予備教育を行う成城学校に編入するんだ。なんで、学習院でいいじゃないの？朝彦親王はどこからか学習院の風紀が良くないということを聞きつけたらしく、それを理由に国吉王を学習院ではなく成城学校に入れたようなんだ。学習院の風紀は本当に悪かったの？学習院の風紀が悪かったかは微妙なところだけど、学習院には当時すでに皇太子も通っており、皇族の子供も通うのが当たり前だったから、朝彦親王と国吉王の行動は異例のものだったんだぜ。朝彦親王はどれだけことを引っかき回すのやら。結局国吉王が成城学校に通うことで、国の宮家の子供たちの状況からの一連の問題は一応の終結を見たんだぜ。その後の朝彦親王はたまに上京しては、明治天皇に皇族と政治の関わりについての意見を述べることが数回あり、その度に明治天皇は朝彦親王に付き合ったんだ。明治天皇も大変だね。そんな朝彦親王は1891年に皇居。最後まで周りを引っかき回した人物だったんだぜ。今回は国の宮朝彦親王について解説したぜ。幕末は孝明天皇から絶大な信頼を寄せられて公武合体に尽力。明治維新後は明治政府に冷遇されながらも周りを引っかき回した朝彦親王は、なかなか癖が強い皇族だったのね。朝彦親王は明治天皇をはじめ他の皇族から厄介な皇族だと見られていたようだけど、伊勢神宮の神宮祭主は皇居するまで務め上げているから、ただのトラブルメーカーというわけでもないんだぜ。また朝彦親王は父、国家親王同様の子沢山で、正式な子供の数は18人いたんだ。朝彦親王は明治以降の皇室の繁栄に一役買ったんだぜ。朝彦親王は癖が強いだけじゃなかったのね。今回の動画はここまでだぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。